先ほど閣議におきまして各閣僚の議長が取りまとめられました。皆さんにはこの10ヶ月間大変お世話になります。今日から感謝を申し上げたいと思います。昨年10月に経済産業大臣を判明したおり、総理から3点の指示をいただきました。具体的には希望を生み出す強い経済を実現、原発事故の対応と福島復興、国民生活に責任を持てるエネルギー戦略の確立の指示をいただいたわけであります。それぞれにおいて、いまだ道半ばではありますけれども、着実に一歩前進することができたのではないかと思っております。先の通常国会では、経産省からの4本の法律を提出いたしまして、成立することができました。参議院選挙前の厳しい国会日程の中で、ギリギリの決断でありますけれども、4本すべてを提出することができて、ほっとしているところでございます。具体的にいくつかの所感を申し上げれば、まず廃炉汚染水対策と福島復興は経産省の最重要課題であることを痛感しました。福島には延べ6回訪問しましたが、福島第一原発の状況も改善し、また南相馬市をはじめとする4つの市と船における避難指示仮も徹底されるなど、取り組みは着実に前に進んでいると思います。この週末の福島訪問の際にも被災事業者の方々と意見交換を行いまして、復興に向けた確かな動きを感じたところでございます。しかし、本格復興に向けては課題も多いわけであります。長い道のりでありますが、被災者の方々に寄り添いながら着実に進めていくことが重要だと思います。また希望を生み出す強い経済の実現につきましては、中小企業をはじめ貿易、観光などの政策において一社一社の稼ぐ力を伸ばすべく全国で取り組んでき、ました。中小企業政策については地域でやる気のある事業者の方々を踏み込む各、支援する体制を確立できたかなというふうに思います。中小企業経営力強化法を通じた事業計画づくりの支援に加えまして、地域で頑張る人たちの一つ一つの成功事例をに対して光を当てたいという思いで、羽ばたく中小企業小規模事業者300社商店街30選をまとめたところでございます。全国380万社の中小企業の模範あるいは刺激となることを期待しているところでございます。農業や観光は地域産業として成長が期待される分野でございまして、省庁間で連携を深めながら取り組んだわけでございます。まず、農協交連携を進めるため、経産省と農水省が共同で、戦略、農林水産業の輸出力強化戦略でありますが、これを策定し、局長クラスの準備交流も進めました。さらに観光ビジョン構想会議の立ち上がり、観光庁となると連携する取り組みも大きく前進したと思っています。対外経済政策も中小中堅企業や地域が成長するチャンスをすべく取り組んだわけでございます。TPP に関しては関係省庁や支援機関の参画を得て、新輸出大国コンソーシアムを設立をいたしました。海外のコンビニと米国の連携により、コンビニを通じた日本産品の輸出も進めたところでございます。エネルギー政策につきましては、やはり、原発政策に費やす時間が多かったわけであります。会見や国会でも繰り返し申し上げてきたように、依存度を下げながらも一定の原発を活用しなければ責任あるエネルギー政策は実現できないわけであります。しかしながら国民の不安感は払拭をしていておりません。こうした中で、私自身も地元自治体を訪問して、直接知事や省庁などに説明をし、地元理解を得ることに力を尽くしてまいりました。
北九州の G7 エネルギー大臣会合では議長として上流開発の投資促進などを内容とする合意を求めました。 G7 島の宣言に盛り込んだことも大きな税金だったと思っております。自分の在任期間中でアベノミクスは一歩前に進められたと思いますけれども、経産省が取り組むべき課題はさらに重要性を増しております。引き続き政策を強力に進めていってほしいと思っています。以上でございます。よろしくお願いいたします。幹事社のテレビ朝日の朝日と申します。10ヶ月間お疲れ様でございました。改めてちょっと振り返っていただきたいんですけれども、特にこういう分野で成果が出せたっていう部分と、あとこの分野はもうちょっと頑張れたかなというような部分というのをちょっとお伺いしたいんですけども、よろしくお願いいたします。一つはですね、アベノミクスは道半ばということで、中小企業政策といいますか、それをもう少し、スピードアップして力を入れて、地方にも利用者が届くように、すべく努力したんですが、ちょっとそういった意味では時間がかかったかなというふうに思っているところでございまして、やはり、日本を勉強するというか、地方を勉強する、すなわち中小企業、小中事業者を勉強するというところにつながると思っております。それがやはり地方創生であり、地方と家族社会に重要なのではないというふうに思っております。あともう一問、これから後任の大臣が来ることになりますけれども、大臣にエールと後任の大臣にエールというわけではないですけれども、どう頑張ってほしいかというのをお願いします。後任大臣は私ですけれども、これ優秀でございますので、本人に力を引き付けるものと確信しております。特にというのは、ある言えればやっぱり今言ったように中小企業に力をもらって、地方創生一億総活躍社会に、この2度目選挙になりたいなというふうに。代表からは以上です。各社さん、よろしくお願いいたします。プラッツの山内と申します。原発政策というのは掲げられた主軸の一つということで、非常に努力されてこられたという我々の認識を、次期大臣に対してその原発政策においてバトンを渡す上で要望、希望は何かございましたか。やはり国民に理解を得ることが非常に大事だと思っておりますので、そういった意味では丁寧にですね、理解を得るよう、ここでやってると思いますけども、そういうふうに思います。先生、関連したところも一つだけ、ちょっと先というか不適切かもしれませんが、大臣ご就任中にずっと地方自治体の方という原発に関してもお話になられてこられた、そういうことを振り返られて、先週鹿児島県の新知事も誕生し、九州電力の仙台原発に関しては一時止めて住民の不安を払拭したいというような意向を表明されてますけれども、そこら辺がこう他の地方自治体に与えるような、産業界では追随するのではなかろうかという懸念も一部では出てはいるんですが、これまで1年間約、お話しされてきたところからご覧になられて、その、影響をめいたものが感じになられますでしょうか。残念ながら今回はお会いするチャンスはなかったようでありますけれども、新大臣は当然お会いするチャンスがあろうと思いますので、やっぱりそこはよくお話しいただいてですね、お互いに理解を深めるという努力をしていただければいいのかなと。よろしいでしょうか。はい、それでは終わります。どうもありがとうございました。